去年 JFL で優勝し、今年からプロの J リーグの舞台に立ついわき FC が本格的に動き出しました。あちらには今年からチームを率いる菅栗弘正新監督が選手たちを鼓舞しながら練習を見守っています。練習では菅栗新監督のもと、去年の JFL 最優秀選手に輝いた山下優斗選手を筆頭に、 J1 の鹿島アントラーズから移籍してきた有馬幸太郎選手など29人の選手たちが汗を流しました。すごいワクワクしてます。このいわき FC のために自分の持っている力を最大限発揮して、その中で自分の個人的な得点とかアシストとか、そういう数字でも結果を残したいという気持ちも持ってきました。若い選手が多くて、もうダントツの最年長なんですけど、もう何歳だろうがこう成長できるんだよっていうのを身をもって証明したいなと思っています。練習後には菅栗新監督の就任会見が行われました。田村監督が積み上げてきてもらったもの、その前に行く、どんなことあっても下がらないようなサッカー、ゴール奪いに行くサッカーっていうものをやっていきたいなと思っています。今シーズンは立ち止まらず、ひたむきに上を目指すことを意味する B タフをスローガンに J3 の舞台を戦います。